こんにちは、吉田誠也です。こんにちは、春日瑠衣です。あ、自分たち全地優勝したのに、あの A ちゃんが祝ってくれないので、今日は A ちゃんのユニクヤに突撃します。肉をたらふく食べさせてもらいます。めちゃくちゃ美味しいから、じゃあ行こうか。はい、はい、ここが A ちゃんの焼肉屋です。焼肉の長野と言います。じゃあ入ってきます。こんにちは。どう。じゃあ、全中優勝したんで焼肉楽しませてください。お願いします。いや、お願いします。お願いします。わかりました。座ってください。よし。焼肉お願いします。お願いします。しょうがない、約束だから。はい、お願いします。お願いします。はい、まず第一舞台。じゃあ、どんどん食べてって。いただきます。どうです、アバンティコ。豪華な休日を見たんだよ。一個聞きたいのが、じゃあ2人とも中1で入って、まあ、ランドリーとかして、まあ、この人やばいなと思った先輩誰、まあ、それこそ合同の時とかだったらあるじゃん。相澤さんね。それは何がすごかった？もう圧が。圧もすごいし、もうスピードがもう速くて、もう最初中的なのに必死で、技なんて全然かけれずに。っていう風だったので。あれ、相澤くん全国取ってる？いや、2位。何年生の時？中3の時。中3の時全国。吉田くんは、あの、相澤くんやった？やりました。どう？お腹くれた？はい。肉、どうだった？すごく美味しかったです。ありがとうございます。ところでなんですけど、はい、お肉食べた時も喋ったけど、あの先輩、はい、強い先輩の話だったけど、はい、高校入って中学校の時との違いとか、なんか技術面だったり、その同じ先輩と戦った時に中学生の時に感じた時と、今2年間やって体制で感じ方の違いというか、感じ方ちょっとは対抗できるようになったとか。そうです。自分は、まあ、昔よりはいい勝負できているかなって感じです。自分は。そうですね。でもまだかなわないです。自分もやっぱり少しは対抗できたりはできるようになったんですけど、まだ組手だったりそういうところはやっぱ昔のまままだ勝てないですね。高校生だと組手も上手いし持てない、はい、こととかある。まあそうですね、全然いいとこ取れないみたいな。そうですね。もう高校に入ってくると、まあ、いろんな試合とか経験してるんで、してくるんで、高校生は。
だから自分たちみたいな中学生、まだ成長期来てるか来てないぐらいだったら、で、急に高校生でやると、やっぱり、モテないことが多いです、自分は。ちょっとモテないなって時は、はい、まあ、日々の発面だとは思うけど、どう、向こうもまだこう成長してるし、はい、自分も成長してるとこう、なんていうんでしょう。どうやってこう、つかめるようになってくるの？いいところが取れるとか。いっぺんにその課題をクリアするんじゃなくて、自分は一つ一つ一日考えて目標を立てて、今日はこうするとか明日はこうするとかいろいろ一つ一つ決めてながら自分をしていきます。あ、とりあえず今日は釣り手だけは完璧に持つ。そうですね、そんな感じです。それがある程度も自然体にできるようになってきたら、そう、今度は引き手とか、はい、あ、なるほど。そうなったら次は技をつなげるとかかけるとかは自分はしてます、はい、なるほど。パスロー君は？自分は本当に一日いろんなことを試しながら、何が一番いいのかだったりを見つけながらやってます。日々の課題を、そう、日々の課題でいろいろ試しながら、あ、これは良くて、あ、これはダメだったら、あ、じゃあこういうふうに変えてみてもう一回やってみようとか。課題でもなんか全然なかなか思った通りにいかんなみたいな。そうですね。そういう時はもうひたすらずっと。そうですね。もううまくいかない時はもうどんどん、あ、もうこれダメだからもうこうしてみようといろいろ変えていきながら、で最終的に、あ、これが一番いいんだ。だったらこれを続けて、次はこっちを変えてみようっていうふうに、一日でもどんどん変えていきながらやってます。やっぱお二人ともその間は結構やられる日々が続く。そうですね。はい。それこそ僕一個気になったのが、高校入ると関節とか締めがあるんでしょ、寝技。はい。だから今まで中学校の時の感覚でやると腕が開いて関節取られたりとか、はい、しがち。まあ最初の頃はそうなんですけど、まあだんだん攻めていくとそれも対処できたり、方法とか教えてもらえるんで。特に高三とか高二になってくるとさ、強い選手って圧すごいでしょ、あの来る時の圧は。そうですね、すごいもん、折れるんじゃないってぐらいの圧で来る人いるでしょ。はい、やっぱそれも日々の鍛錬。まあそうですね、そうですね、それしかないんで、努力して、で、どうするかっていう。ああ、中学の時と全然違うし、山田の場合は。そうっす。ね、外れるんじゃないっていう。まあ、そうっす。そういえば、自分の出身の道場の人が、A ちゃんが好きで、結構 YouTube 見てるって言ってて。ありがとうございます。自分もなんでもっと出ないか、もっと出ないのっていうふうに言われたりしてるんで。なるほどね。じゃあどっかで近々。え、どこの道場？鹿島柔道少年団っていう鹿島の道場で。じゃあ、まあそれは達郎君が鹿島で練習しに機会があるときに。はい。僕も予定があるので。はい。ぜひ。はい、お願いします。でしょ。はい。お仕事があったり。自分も病気。帰省とかしたら、うん、あの親に、うん、いろんな親の方に、うん、まあ、見てるよとか言えるんで、うん、来てもらいたいですね、自分も。ありがたい。でも今度帰省する時予定があれば。そうですね、予定があれば兵庫も行ってみましょう。はい、ぜひぜひ。じゃあ今後ともよろしくお願いいたします。お願いします。今日は、2人の、全国優勝のお祝いの約束して焼肉をちょっと時間空いてしまいましたが、お祝いできてよかったです。はい、これからもまた皆さんが全国で優勝してくれることを祈ってます。はい、そしたらまた焼肉を差し出します。はい、では以上、またね。チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。またね。